さあ現在、時刻はですね夕暮れ時ということで、今乗車をしているのは大本線ですね。さっき山形新幹線の終点新庄を出発して、ひたすら南下山形方面に向かっていきます。信号トラブルの影響で今大本線が遅れている関係で、めちゃくちゃ駅間スピード出してます。今回はですね、この新幹線開業に伴ってシェアを 80% も奪われてしまった、ちょっぴりかわいそうな航空路線、これに搭乗していきたいと思います。今回飛行機ですね。その路線というのがですね、山形羽田線ということになっています。これですね、前々から気になっていたんですけど、この、ね、山形県の山形空港の立地がすごくて、本当の新幹線の喧嘩売るような感じで、真横に挑発するように取り付けてあるわけですよ。この駅で降ります。さくらんぼ東根駅、新幹線の停車駅にもなってるんですけども、ここから山形空港に行ってですね、実際山形の市街地付近から、東京駅付近まで飛行機に搭乗してですね、この新幹線と比べて、運賃料金、それから所有時間がどういう風になっているのかというのを比較しながらね、東京まで移動していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。さあ到着いたしました。こちらね、面白い駅名ですよね。さくらんぼ東根駅ということで、これ新幹線の停車駅にもなっています。ここから山形空港の方にひとまずね向かっていこうと思います。いやでもちょっと楽しみだな。山形といったらもうね、鉄オタの僕からしたらね、新幹線のこの一択ですから、飛行機だとどれくらいの移動になるんでしょうかね。あ、そして列車が出発、だいぶ遅れてました。信号トラブル、山形行きですね。一線する構造になってます。新幹線も走るんで、新幹線この右側のまっすぐな線路を通ります。在来線は停車するので減速をする方、カーブになってる方を取って、こっちの駅の方まで乗り入れます。もうさくらんぼの名前がついている通り、ここの辺りはですねさくらんぼの産地となってます。あの祖母の、兄弟の方がですねここに住んでいらっしゃってですね、僕もあの小学生ぐらいの頃にね、2回ぐらい、この神町だったりこの周辺の駅で降りた思い出があるんですけども、本当にねさくらんぼが美味しいんですけど、僕はなんか小学生ぐらいの頃からさくらんぼアレルギーになっちゃって食べれなくなっちゃったんですよね。もうピンポイントでこの駅だけ伏線化というか行き違い設備が設けられてますね。両端は線路1本です。はい、どうもありがとうございます。レモンとかパイナップルとか柑橘系はいけるんですけどね、さくらんぼとかリンゴとか梨とかはねアレルギー、喉痒くなっちゃってダメなんですよ。僕味は美味しくて好きなんですけどね。本当この時間帯学生さんが非常に多いですね。いやーさくらんぼ東根駅久しぶりだ。いいな、中くらいの駅舎ですね。大きくもなく小さくもなく、いや大きいか。でこの山形空港なんですけど、これですねあの本来の本当の最寄りはこの神町駅なんですよ。ただ神町駅からだとここですね、あの連絡通路が設けられていない関係で、直線距離だともう1キロぐらいで歩いていけそうなんですけど、これぐるっと回る必要があってですね、徒歩だと多分この滑走路のこっちの西側の方まで行かないといけないんで、だいたい4キロ弱ぐらいですかね、相当歩くことになります。なのでさくらんぼ東根で下車でですね、この山形空港の利用者数どういう風に推移をしているかというと、1991年まではですねもうマックスどん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 と利用者は増え続けていたわけです。年間の利用者数はだいたいピーク時で80万人弱くらいだった記憶がありますね。ただ92年に山形新幹線が開業することになります。ただ山形新幹線に関しても一番最初新庄まで線路が伸びていなくて、92年山形まで開通したんです。でこの時なんとか持ちこたえたんですけども、1999年に線路が新庄まで伸びました。で新庄まで線路が伸ばされたタイミングからもう右肩下がりでですね、で東日本大震災が発生した直後くらいはそのピーク時の8分の1ですね、10万人ぐらいにまで利用者数が落ち込んでしまったとされているわけですね。ただですね、そんな中でも山形空港を発着する便っていうのは、名古屋と大阪伊丹とあと羽田で残ってました。羽田便はですね1日2本昼とそれからこの夜ですね2本しかないんですけども、どれくらいの利用者数がいるのかっていうのはねめちゃくちゃ気になりますね。これです、山形空港めちゃくちゃ近い。1964年に開港したということで東海道新幹線と同い年みたいですね。そしてですね面白いのがこれ山形空港までの送迎にですねワンコインダイナーというのがあって、それがさくらんぼ東根駅、これです。たったの500円で空港まで行けるんですよ。所有時間は10分。これが利用の1時間前までに、さっき僕ね鳴子温泉の方にいたんです、これ電話したんですけど、1時間前までに電話をすればこのライナーに乗れるということなんですね。
安いですよね。500円ですよ。タクシーの初乗り以下で空港行けますからね。この駅前にあるあの大きいポストの前から出発をしますということだけをですね、電話越しで言われたんで、あ、でもこれだな、ワンコインライナー、ここに乗り場があるんで、ちょっとここで待ってみましょうか。一応山形空港の発着便はね、こんな感じになってます。朝大阪出て、で東京便はこれ、あ、午前なんだ。東京行くやつが9時50分にあって、それ以外は全部札幌大阪名古屋なんですね。でこれ逃すと今度19時15分なので、これ1日に2本、19時15分発で今の時刻が18時27分なんですよ。これ僕あの LCC とか、特に最近ですね、あの海外 LCC で行ってきたばっかりで、海外 LCC とかってあのチェックインの締め切りがだいぶあの2時間近く前にやらないといけなかったりするんで、ちょっとね心配1時間切ってますからね、出発っていうかフライトまで。僕てっきりあのマイクロバスというか、あの中型バスあたりで来てくれると思ったんですけども、まさかの正面に止まっていたタクシーがワンコインライナーとのことでした。いやでもこれは本当お得ですよね、一般的なタクシーと変わらず。ここに書いてありますけども、初乗り料金はだいたい700円ですかね。初乗り以上ね、山形空港まで距離ありましたから、だいたい半額ぐらいで行けたということになります。さあここで大井本線の線路をまたぎます。一応桜も東根の他に山形駅の方からもあのシャトルバスは出ているみたいなんですけども、市街地からはですね結構離れてます。だいたい20キロぐらい離れているので、山形駅からとかであれば山形新幹線の方が便利そうです。そして左手にはこれたくさんこれ果樹園が広がっています。祖母のあのご兄弟のお家でですね、桃の収穫を小さい頃にやったことがありまして、桃の木っていうのは結構背丈が高いんですね。あの脚立に乗ってそれで登ってって実を取った、結構大変だった記憶があります。さあそして高いフェンス、有刺鉄線見えてまいりました。これが山形空港、駅からはだいたい車で、まあ、でも10分弱ぐらいはなんだかんだかかりましたかね。結構遠回りをする必要がありますので、ちなみに反対側には神町の駐屯地なんかもあります。もともと海軍の基地として使用されていた、今自衛隊の駐屯地になっているみたいです。いやというわけで到着いたしました、花の山形空港。愛称がですね、美味しい山形空港になっております。いいな、ご飯でも食べていきたいんですけど、ちょっと時間ないっていうか危なかった。あのさっきですね、横に止まっていたタクシーがあのワンコインシャトルということでですね、全然分からなかったんですけども、ずっとタクシーが止まっているかと思ったら僕のことを待っていてくださったようで、いやとりあえずは到着でございます。そして向こうの方ですね、日本海側にそびえ立つ山々が、もう綺麗すぎて山形離れるの嫌になっちゃいますよ。でも思った以上にこう車の台数が非常に多いんですね。そしてさっきからね、空を見上げると飛行機雲がたくさんね撮ってますけども、これ自衛隊の基地がですね、線路挟んで反対側にあるみたいなんですね。なのでヘリコプターの音がさっきからビャンビャン聞こえます。そこまで大きい規模の空港ではないので、就航しているのはこの JAL ですね、日本航空と FDA 富士ドリームエアラインズのみということになってます。いや危ない危ない、これ僕あの25歳以下なんで、スカイメイト運賃って言って、あの当日予約だと安くなるプランで予約したんですけど、このスカイメイトがあの本来であればその当日窓口に行って直で購入しないといけなかったんですけども、あの事前予約が可能になっていて、ちょっとね手こずりました。携帯で予約完了したんで山形空港入ります。チェックイン手続きを行います。この山形空港のラウンジはですね、ちょっと特殊なものになっていて、こんな感じになってます。空港サポーターズクラブ会員専用ということで、あのステータスとかそういうのではなくて、ちゃんとあのサポーターズクラブに登録すればですね、ラウンジを使うことができるみたいなんですね。一応お食事ところなんかもあるみたいで、ちょっと時間がないのでチェックイン手続きを行っていきましょう。いや良くも悪くもですよ、ちょっと羽田空港が今あのかなり混雑をしてまして、40分遅れの19時55分発になるとのこと。でも20分前で僕あの検査来れなかったんで、どの道ちょっと助かった感じもしますけども、あそうなんだ、搭乗待合室には売店なんかがないみたいなんで、ここで買っていかないといけないみたいですね。さあ結構時間が経ちまして、山形空港非常にねこじんまりとした設備になってます。ちょっと右奥は映せないんですけども、保安検査所を抜けた先は搭乗口が3つあるような感じですね。今回僕が搭乗するのはこの3番ゲート、だいぶ遅れてますね、40分遅れで。今
30分になってようやく折り返しの機材になる羽田からの飛行機が到着をしてきまして、今そろそろと飛行機の外の方にお客さんが降りてきております。で、僕はですね、今日スカイメイト運賃で取ったので、東京までですね、運賃が、1万と500円ぐらいで、これ通常運賃とかだと1万9000円とかになるみたいですね。これ僕がチケット取って、で保安検査抜けたぐらいの時にはですね、8割ぐらい座席が埋まってました。これでもね、結構多いなという印象だったんですけども、40分遅れなので、そこから予約していたお客さんでもうほぼ満席状態になりましたね。時間帯によってはもうほぼ空席のようなね、ガラガラのような状況っていうお話を聞いていたので、かなりびっくりでしたね。 FDA 非常にカラフルな機体が使われています。1960年開港ということで、もう半世紀近い歴史を持っています。なので非常にこじんまりとした、少々使用感のある空港ですけども、むしろそれがいいと。羽田空港なんかもう出るのにもかなり時間かかりますから、これぐらいこじんまりとしていて規模が小さいと搭乗手続きそんなに時間かかりませんし、歩く時間もそんなかかりませんからね、ありがたいです。ボーディングブリッジにはですね、このレッドカーペットなんかもおそらくさくらんぼだったりとか桃をモチーフにしたものなんでしょうね。果実の広告が至るところに飾られています。そして現在ではこんな感じで JAL と FDA がメインで乗り入れていますけども、これですね、実は新幹線が新庄まで開業した3年後の2002年にですね、東京線は一時休止されていたわけなんですね。もう相当お客さんは新幹線に流れたみたいなんですけども、山形空港にとって転機になったのが2011年に発生した東日本大震災の時ですね。この時は震災の震源地の近くにあった花巻空港と仙台空港、それぞれ岩手県と宮城県なんですけども、そこが閉鎖をされたので、その震災の地の最寄りの空港がここ山形空港だったわけです。なのでこの空港をその時は24時間運用してですね、災害支援のヘリ、それから自衛隊、そして米軍機までもですね、ここ山形空港を離発着して、そして山形空港が中継地点となり、当時はおそらく高速道路とそれから新幹線も1週間弱くらい普通になっていたので、おそらく国道なんかを通って震災地の方まで物資を届けていたと、そんな救世主ともなり得る空港として機能した。そしてそのタイミングで臨時便として乗り入れてくる航空会社があり、 JAL もその一つ。そこから晴れて2014年に東京便が復活したと、そんな歴史があるみたいなんです。さあ機内に入ります。前方はクラス J 3列シートになっていて、後方は至って普通の4列シートですね、2列2列座席は黒を基調としていて、だいぶこうスタイリッシュにまとまっています。4列シートなので結構窮屈でしたね。僕の隣にもお客さんが1名乗車をされまして、ほぼ満席近かったので、機内はかなりの人口密度となりました。ちなみに今回はちょっと暗くてご紹介できなかったんですけども、機材はエンブライル190という機材のようで、比較的小型のジェット機ということになっているみたいです。定員はだいたい120名ほどとのこと。機体には大きく J エアと書いてありますが、これも JAL グループの会社ということですね。羽田福岡とか羽田新千歳とかで乗ると、もっと9列シートとか大きい飛行機になるんですけども、こっちは小型でモニターも正面にはついていません。ただ充電コンセントはこの座席の下にあるということです。ただこの座席の下の方に結構埋まっちゃってるみたいで、お隣さんもいたので動くスペースがなかなかなく、充電は断念することにしました。山形空港の滑走路は1本で、お客さんはですね、僕が目視で確認したところ、もうほぼスーツ姿の方9割ぐらいはね、サラリーマンの男性の方だったような気がします。やはり新幹線と比べると、その直前で取るとやはり運賃は高くなってしまうので、会社の方から交通費が支給される出張の方非常に多そうでした。一方でその観光客、観光で来ているお客さんってほぼねいなかったように感じましたね。主要な空港をこう離陸するときだと、結構離陸の順番待ちとかがあって、特に羽田とか成田とかだと結構ねこう空港内をぐる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 と移動したりするんですけども、山形空港はもう待っている飛行機もありません。ガラガラスッカスカの状態なので、滑走路正面向いた後すぐに出発です。
LCC だとやっぱり搭乗手続きに時間かかっちゃったりするんですけども、 JAL、ANA こういった一般航空であればチェックインは20分前で、保安検査場通過10分前とかなので結構ギリギリに来ても乗れます。搭乗手続きのこの時間短縮ってのは本当に忙しい時にありがたいですからね。残念ながら夜なので外の景色は見えません。翼の光のみが輝いています。この山形羽田便が復活したのもこれ山形県それから自治体の、かなりの支援が功を奏したものとして知られていて、2013年には羽田発着枠制作コンテストというのがあったようなんです。これはですね、羽田空港に発着する飛行機の枠をですね、制作コンテストによって応募してその中から決めるというもので、これでですね、見事この羽田山形便がコンテストで採用されて JAL の東京便が復活することになった、そんな背景があるんです。なのでこの山形の他にもですね、例えば鳥取だったりとか、あとは銀山のある島根県の岩見の方ですね、岩見空港の方とかもその制作コンテストによって復活したと言われているわけです。これ実際にですね、先ほども解説してきました2往復飛行機が設定されていたのも、これ日帰りで山形に来る方の需要を拾うためだったりとか、あとワンコインライナー、あと美味しい山形空港と、ちょっとこう空港のね、あだ名のようなものが設けられてますけども、これもですね、このコンテストの一環で行われた取り組みとのことです。あと結構印象的だったのは、山形空港に到着した方にですね、山形の特産品を差し上げる、そんなキャンペーンなんかも実施をしていた。これは期間限定だと思うんですけども、そういった政策もあり、この山形羽田便は、山形その自治体の方、それから観光地の方の努力の賜物ということが言えるかと思います。現在この飛行機は山形県上空高度1万8000フィートメートルに換算しますと約5500メートルにて飛行しております。目的地周辺の天候は晴れ、気温は摂氏24度と報じられております。この先あと約40分の空旅、どうぞごゆっくりとお待ちくださいませ。ここで飛行機とそれから新幹線の収容時間、金額を比較していきたいと思います。飛行機の場合はぴったり1時間ですね。さっきアナウンスがあった通り、フライト時間に関しては45分です。に対して山形新幹線の東京山形間というのは、これ実はですね、かなり時間かかりまして2時間50分を要してしまいます。長い時だと3時間前後。福島までは東北新幹線なので、これあっという間なんですけども、そこから先ですね、山形線内、大本線内は板谷峠というかなりの難所を越えていくことになります。在来線区間の最高速度は130キロになっているんですけども、板谷峠ではまず130キロどころか100キロも出すことはできません。昔蒸気機関車とかが走っていたくねくねと曲がる線路上、新幹線が走行することになるので、飛行機との所要時間の差は歴然。結局鉄道を使った場合でも、駅からその最終目的地に行くことを考えると、飛行機を使った方が圧倒的に所要時間は短いといった計算になります。実はですね、うちのチャンネルで以前、謎のチャンネルさんと東京から山形まで山形新幹線で行くルートと、東北新幹線はやぶさでわざわざ仙台までこう遠回りをして、そこから仙山線、在来線で山形に行くのどちらが早いのかというのを検証を行ったんですけども、もうこれですね、ほぼ同じ、時間帯によってははやぶさ仙台経由の方が早くなるような計算だったわけですね。それほど山形新幹線速度が大変遅いと。そして運賃の方はですね、新幹線の方がこれ11,500円、飛行機約19,000円に比べると、こっちはですね、さすがに新幹線の方が安いんですけども、結構これ山形県の方がですね、助成金なんかをこう打ち出していてですね、乗り継ぎ便なんかをこううまく使えば、山形から羽田の運賃がさらに割引になる、そんな制度もあるみたいなんです。ちなみに JAL グループの便に搭乗すると、だいたいコーヒーだったりとか飲み物をいただくことができるんですけども、さすがにね、フライト時間は、1時間、飛んでる時間に関しては45分短いので、今回飴いただきました。蜂蜜レモンジンジャー、このパターンは初めて経験しましたね。結構美味しかったです。これも意外と新幹線利用だと、途中やまびこと東北新幹線と連結していくことになるので、福島止まって郡山宇都宮止まってだったりするんですけども、飛行機はあっという間ですね。45分なんで、動画編集してたらあっという間に降下を開始しますの放送、もうベルト着用サインが外れてから降下の放送まで本当にね、15分とかそれぐらいだった記憶があります。ちょっと体感値にはなってしまうんですけども、さあもうあっという間のフライトでした。
さっきの山形空港と比べるとこの敷地の差、羽田空港着陸です。羽田もただでさえね、発着便が多くてパンパンなのにもかかわらず勝ち取ったこの1往復、そこには自治体のものすごい努力があったのでしょう。そしてちょっとね、行き先を忘れてしまったんですけども、ここで遅れていたので、次の国内線の、どこどこ行きの飛行機にお乗り継ぎのお客様いらっしゃいますかという放送もかかっていたわけです。なので、もう空港間、羽田空港での、乗り継ぎの需要を拾うという意味でも、この便は大きな役割を果たしていると言えるかと思います。帰りはこんな感じでリムジンバスに乗って帰りました。というわけで本日は山形羽田線飛行機に関しての動画でした。ありがとうございました。